えー、宇野昌磨君速報をいくつかお伝えしていきたいと思います。エミリーさんどうもです、えー。連投すいません。宇野裏方チャンネルにジャパンオープン裏方じゃんけん試合の動画が上がっていましたよ、えー。今回は黒パンツのマネージャーさん、えー、ジャージズボンのトレーナーさん、ハンパンのコウソロ君のトレーナーさんの3人のじゃんけん。 衣装、首元、キラキラなグラデーションの高貴なあのお衣装、えー胸、胸部分のスケスケのあのお衣装を着たあの方は、別のスケートの試合をやっていて、スタバで男気じゃんけんに参加している場合ではないので、シード券発,発動でした。えっとこ、これはステファンのことかなステファン・ランビエさんのことでしょうかね えー、さらに、えー、こちらも速報になります。エメディさん、もう一つです。3連投、ツイッター見られる方、翔馬くんの寝水トレーナーさんのツイッターに GO です。翔、え、馬、ー、くんとステファンとデミ先生のス,スリーショットが来ました。なんで泣けるんやろ。うん。ということで、速報でございます。はい。で、あと、インスタにも来ました。ちょっと違う写真で、翔、え、馬、ー、くんがステファンにくっつきすぎて恥ずかしいということですね。 うん、うん、これは、うん、そして、えー、もう一丁、デヴィストレーナが日本でのステファンがレアだって書いておられますが、こういう写真に映り込む馬くんの方がレアなんよということで、はい、まあ、そういった感じで、えっと、うん、速報をいただいておりますので、はい。